はいどうもリアルバキ今日です。さてさて、今朝はですね、まあいつも通りウォーキングからスタートです。そしてね、今日はね日曜日ということもあり、またね結構ね減量がね順調に進んでいるということで、なんとねチートデーとなりました。まあだからね、好きなものをね好きなだけ食べていいという日で、めちゃくちゃね朝からねウキウキしてます。かといってね、でもねものすごい体重が増えたら嫌なんで、まあ制限しつつ食べていこうかなと思います。ということで今日はですね、僕のチートデーの一日、これを撮影していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、現在のコンディションはこんな感じですね。まあ、大会までだいたい50日ぐらいかな。結構ね腹筋がしっかりと見えてきつつありますね。まあ、外腹斜筋もね結構パリッと仕上がってきてますね。あとは下腹かなって感じですね。この下腹、まあ、下腹は結構でも割とねちょっと見てわかんないかもしれないですけど、血管が走ってきてるんで、あとはこのねへそ周り、ここをねしっかりと落としていきたいと思います。まあ、腕とかもね割と仕上がってきてるんで、まあいい感じじゃないでしょうか。はい、まず朝食はですね、こちらポークビンダルーと白米は 150g、 さらにこれはですね鶏大根です。あとはパウンドケーキ、これを食べていきたいと思います。いただきます。まずは鶏大根からですね。まあ、ちなみにですね、朝食はこれ脂質で全体的に、まあ、これパウンドケーキ抜けば 10g ぐらいなんですよ。まあチートデーだからといって好き勝手脂質を取って食べまくるのはちょっと避けようと考えています。わかんないですよ、後々結果的に食べるかもしれないです。では鶏肉、うまっ、ファミマうまっ、あと大根、ファミマうまっ、うまいしか出てこないですね。あとポークビンダル、よくわかんないですね。なんかスパイシーな豚肉の食べ物と理解してますね。カレーみたいな感じかな。うん、なんかトマトベースだけど、うん、まあスパイスが効いててかなりピリッとしていて、あ、美味しいですね。うまい、こりゃ一日楽しめそうだな。うん、はい、フィットネスジムバーンさんにやってきました。はい、今日はですねこちらで日焼けですね。まあ、しっかりとねやっぱり焼いていかないと筋肉のカットが見えないんで頑張ります。はい、ということでですね、タンニングが終了しました。結構焼けたかな、結構いい感じですね。はい、2食目はこんな感じです。ステーキを 200g と白米 150g、 シシトウ、アスパラ、そしてこちらは誰も食べないゴーヤのサラダ、これを食べていきます。ではいただきます。さてさて、まあ、結局はね、なんか前はお菓子とかいろいろ食べたいなってなったんですけど、今そういうのが本当に全くなくて、なんかいいもの食べたいな、クリーンなもの食べたいなって感じですね。クリーンで美味しいもの、うん、そんな感じですね。年かな、もう。とにかくね、牛肉が今日は食べたかったですね。牛肉のこのステーキ、やっぱり赤身の肉がね一番力が出ますよ、なんだかんだ言ってですね。特に減量期とかはね鉄分とか不足して貧血気味になるので、やっぱ赤身の肉は大事です。では、うーん、あ、うめえ、力が染み渡るわ、うん、いい。で白米、うん、赤身の肉と白米のコンビネーションが最高ですね。うん、そしてシシト、うん、あ、シシトのねちょっとピリッとする感じがめちゃくちゃ合う。うん、頑張ってよかった。はい、本日3食目の夕食はまず
白米 150g、 そしてホタテを5つ、そして餃子、シチューを少し、サラダ、こんな感じで結構健康的なものを食べていきます。はい、いただきます。ということで食べていきましょう。もう結構ね、朝昼とまあまあ好きなものを食べたりして割とね満足してます。だからまあこのホタテなんか脂質の少ないものをね中心に食べていきます。うん、あ、うまいな。ホタテのね自然の甘みがね最高です。いや、お菓子とかの甘みもいいんですけど、やっぱりこういう自然な甘みっていうのの美味しさはやっぱ感じますね最近。うんうん、白米すら甘い。基本的にクリーンな食事をしてるとこういうね自然なものがすごく美味しく感じる。そしてあと餃子、まあ添加物満点のねこの餃子、結局これもね食べると美味しいんですよ。もう、うん、もう最高です。うまいこれうまいな、これ。うんうん、あ、生姜とニンニクがよく効いてますね。そしてあとさらにホワイトシチューね、うん、シチューもね箸で食べるけど美味しいんですよ。うん、うん、この人工的なね甘みも悪くない。うん、はい、ということでですね、一日が終了しました。いや、今日はですね、まあ、トレーニングもなくて、本当にね、ゆっくりと、で、好きなものを食べてリフレッシュできました。あ、ちなみにですね、移動中にパンを1個食べたりしたので、まあ、正確に言うと、今日は1日4食ぐらい食べたんですかね。まあ、でもね、皆さんからするとちょっと少ないように見えるかもしれないですけど、まあ、結構厳しいダイエットをしている僕にとっては十分満足な食事内容となりました。これでね明日からまたねダイエットを頑張れると思います。そしてトレーニングの方もねよりハードに追い込んでいけるんじゃないでしょうか。まあ、大会までおよそ残り50日頑張っていきたいと思います。皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで本日はここまでですね。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあね、じゃあしゅ、チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。Oh, my God.